中国はインドネシアの沈没したナンガラ潜水艦の陰揚げ救援に駆けつけました。今回陰揚げ断念の結果を詳しく見ていきます。中国は代わりに手に入れたものって何だったのでしょうか。2021年4月21日の早朝に魚雷発射訓練を実施すべく潜航を開始した後、消息が不明となっていたインドネシア海軍の潜水艦 KRI ナンガラ402は何らかの原因で沈没した模様だと大きく報じられた。この時の KRI ナンガラ402には総数53名が乗り込んでいたが、事故発生から3日後にインドネシア海軍は内部の酸素容量が限界を超えたとして全員の死亡を発表する苦渋の決断を下した。今回の事故の発生場所はバリ島から北方約90キロの位置にあるロンボク海峡であり、インドネシア自体が大小合わせて1万3000以上の島々から構成されており、世界で最も多い島嶼部を持つ国でもある。インドネシアはそうした島嶼国家として数多くの海峡を抱えているが、とりわけ巧妙なのはマラッカ海峡であり、同国のスマトラ島とアジア大陸のマレー半島を隔てている海運の要衝だ。他にもシンガポール海峡、スンダ海峡、マカッサル海峡などの重要な海峡が数多く存在し、ロンボク海峡もこれらと同じくインドネシアにとって5指に数えられる重要海峡の一つといえる。こうした地理的な要因から、インドネシア海軍は、チャクラ級潜水艦2隻と、ナーガパーサ級潜水艦3隻の合計5隻の潜水艦を保有、運用しており、今回の KRI ナンガラ402は、前者の1隻にあたる。このチャクラ級潜水艦は、ドイツの209型潜水艦をベースに、インドネシア向けに建造された艦で、水上排水量1285トン、水中排水量1390トン、全長 59.5 メートル、全幅 6.2 メートルの通常動力型だ。チャクラ級潜水艦は、今回の KRI ナンガラ402も含めて1981年から、収益しており、主兵装は 533mm 魚雷発射艦を8機を搭載しており、最大潜航深度は使用上では約 250m と公表されていた。このため KRI ナンガラ402は収益からも今年ですでに40年を超える老朽艦だったが、1980年代後半にドイツで大規模な修理、1990年代に自国で近代化改修、2000年代には韓国と3度にわたる工事を行っている。ちなみに、この時のドイツでの1回目の修理費用が多額であったため、チャクラ級の追加購入には至らず、韓国が建造した209型をナーガパーサ級として3隻調達したが、こちらも追加はキャンセルされつつある。さて、 KRI ナンガラ402の事故だが、ロンボク海峡の約850メートル前後もある水深に大きく船体が艦首部分、中央セール部分、艦尾部分の3つに分かれて沈んでいることが確認された。最も注目されたのが、
乗組員たちがいるとおぼしき圧力船体の発見だったが、残念なことにこちらは発見には至らず、53名の乗組員たちの遺体を回収することはできずに、作業そのものを断念した形だ。今回の事故は非常に痛ましい出来事ではあるが、艦の使用上から考えると、前述のように3日しか艦内の酸素は持たなかったこと、潜航深度が250メートルで水圧に耐えられ向かったことから、元より絶望感が強かった。しかも KRI 南柄402の3つに分かれた船体が発見された地点は約850メートルの深さとはいうものの、地形的には斜面のようになっており、さらに沈んでいく可能性が高かった模様だ。発見に至らなかった圧力船体に関しては、水中の探索を行った際に付近に海底火山の噴火口が確認されており、ここに水没した可能性が高いと見られたが、物理的にそれ以上の捜索は困難だったとされる。インドネシア海軍では KRI 南柄402は断念ためざるを得なかったため、正確な事故原因は特定できていないが、相関ミス等の人為的な要因ではなく自然現象による可能性が高いと示唆した。これはロンボク海峡でも発生が確認されている海水の温度差によって、その密度に差が生じる内部輪と呼ばれる自然現象であり、これにより KRI 南柄402は急に海底に引きずり込まれたとするものだ。実は KRI 南柄402は回収には至らなかったが、こうした状況の確認作業にはインドネシアに対して中国が迅速に3隻からなる専門の艦艇を派遣しており、そこから得られた推論となっている。 KRI 南柄402が消息を絶ってすぐには周辺のマレーシア、シンガポール、オーストラリア、そしてアメリカ等が艦艇親航空機を派遣して捜索に協力をしていたが、いち早く回収作業に中国が入ったのだ。これはこうした捜索協力国に対してインドネシア政府からの正式な回収に向けた作業への協力要請がなされなかったためとされており、中国がその座を政治的に素早く確保した結果と見さされている。結果6月2日にはインドネシアが KRI 南柄402の回収を正式に断念することを発表したため、すでに中国の艦艇も撤収しているが、これについてはインドネシア国内でも意見が割れている模様だ。表面的にはインドネシア政府は中国の回収作業への協力に賛辞を述べてはいるが、回収作業にかこつけたロンボク海峡の海底状況を中国に調査させることは、その潜水艦航路の流出につながるとの指摘がある。それは、最も巧妙なマラッカ海峡は、わずか25メートル前後しか水深がないため、潜水艦が敵に発見されずに、ここを通過することはほぼ不可能なためで、これを回避できるロンボク海峡の意味は、極めて大きいからだ。
We'll be right back.